雷鳴和は頑張る人の未来を応援し夢の手助けをする番組です。メンズ業界もワーク業界も女の子たちにしてもやる気が出るっていうかレースを、だからまずジェットコースターガールをまあ広めるっていうことを、もう一回だからそれまずやんなくちゃいけないですよね、はい、もう一回なんかこう再アプローチしたいです、ね、そうですよね、うん、早すぎたと、うん、そうですそうそうそう、まあ、認知のでも拡大の仕方ですけど、うん、どっからやります？その歌はでももうあるんですもんね。でもだいぶ前に出したんですよ、うん、そうなんです。2年3年ですか。そうだから久しぶり何かこうやっぱり何かを宣伝するにはやっぱプレスリリースが必要じゃない、うん、何か、まあ、ネタね、ネタがない、例えば何かするとか何か売るとか、うん、曲作ってライブ久々にやりますとか、うん、なんかそういう。でもライブやっても今のままだとみんな集まんないから4年に1回しか確かにだから4年に1回しか集まんないから新しいメンバーでじゃあライブそうです、ね、ということは新しいメンバーで何か募集したい、歌を歌わないといけないから新しいメンバーを募集しないといけないですよ、ね、募集しながら新曲、まあ、私の中でもジェットコースターガールはもう本当もうレジェンドとして置いといて、うん、あもうじゃあジェットコースターガール以外の妹分をなんかちょっとなんか入り女の子たちで新たにニットを作れると早く決まりそうだなとは思いますけどね、うん、そこでのリコさんのポジションは、まあ、まあ就任名誉会長じゃないですか。名誉会長としてまあコラボで一緒に歌うとか一緒にやって、なるほどなるほど、ね、それかまあなんかねあのなんかダンサーみたいな感じで募集して一人で歌うとか、うん、あパフォーマーパフォーマーパフォーマーあこ若い子たちに歌うとか、じゃあなんとかザイルみたいな感じでいっぱい歌ってます、ね、ザイルスーパーモンキーズ的な感じでスーパーモンキーズ的な感じでウィズスーパーモンキーズ的な感じでなるほどなるほど、まあ、とにかくね女の子がいっぱい来てくれたら、うん、そうですね、うん、女子はバイク女子、うん、バイクの雑誌とかのなんか関わってる女の子たちとかのモデルさんとかでもいるんですか、やっぱバイク乗ってる、うん、全然いるんですけど、うん、でも私たちはやらないよって感じなんですか、うん、なんかとにかくこれが敷居がすごい高すぎちゃったみたいでだから結構本当に自由にしてほしいんですけど、じゃあもうジェットコースターガールと別の、そうです、やっぱりジェットコースターガール、そうそうそう、ジェットコースターガールは、うん、もうレジェンドで、まあでもジェットコースターガールでも全然いいんですけど、うんうんうん、まあいやもう多分なかなか人決まらないですよね、うんうん、まあだからバイク乗りの女の子を募集して、うん、振り分けましょうか、そうですね、バイクまずバイク乗ってる子集まってもらって、そう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 、あこの子はマネージャーかなとか、この子はアイドルだなとか、この子マネージャーひどくないですか、俺に最初に言う言葉それなのねこの子はジェットコースターガールかな、いやジェットコースターガール予備軍、予備軍、予備軍じゃないか、あの私たちすごい面白いのをつけてて 2B ってついてる子がいるんですけど、うんうんうん、2B って子は大型免許持ってて、うん、でもバイクをまだ持ってないとか、うん、とにかく一つ欠けてる子を 2B とかにしてたりする。 2B いいですね、うん、これからこれからの、なるほどで、バイクを買ったらそのままなるほど、 2B 募集でいいんですか、いいじゃないですか 2B、うん、私あたらあの 2B を新たに募集します、だから中面は持ってるけど大型持ってないって子は 2B とかにしてる、いいですね、バイクは将来乗りたいと思っててまだバイクの免許も持っていない 2B も、そうそう、2B それをさらにしたの 2B でも背を3センチ高くしてくれたら背を3センチそれはどうやってシリコン入れてくれたの、頭にね、もうこれかつてのそれお相撲さんとやってほしい身長ちょっと低くてもいいみたいな、うん、なんかそのいいんじゃないですか、ね、身長低くても妹分とかだったら、妹分だったら、ね、まあ、成長期ということで、うんうん、そうですよね、うん、成長期 2B、 まあ16歳からですもんね、バイクは原付きは16で、中面が18ですか、でもなんかあの去年からタクシーの運転手で女の子、可愛い女の子がなるみたいなプロジェクトやってたのがあって、あったあったなでし、なんでしたっけ、なんかすごい話題になってたんです、ね、インターネットで、だからそういう違和感がちょっとあることを混ぜた方がなんか、違和感ってどういうこと、じゃあもうほんわかしてるような女の子が乗る、逆にそういうの、なんかそれをそのジェットコースターがあるとそのこの対バンみたいな感じとか、もうじゃあ全然キャラが違うとか、ファッションも全然その黒と白じゃないですけど全く違うみたいな、そういう子ってでもどういうきっかけで乗るんですか、ね、タクシーのそのプロジェクトも普通に募集したら結構来たらしいですよ、あのなんかオーディション雑誌みたいなのでタクシーアイドルみたいになりませんかっていうか、結構こっちのアプローチだ、うん、だからバイク雑誌で応募せずにじゃないよね、そのオーディション系とかこういう番組とかで応募して、そうですね、
やった方が。なるほど。でもバイク雑誌見てる人も、もしかしたらもうバイクっていう人かもしれないから、そうそうそう、もしかしたらそういう感じじゃない子で、ね、タクシー採用とかで応募しても来ないですよね、きつい子。来ないですね。なるほど。父ちゃん、飛べって何？バカ野郎、トゥービーだ。絶賛募集中。夜のとばりに咲く一輪の花、スナック谷岡、今宵もオープンです。よく来ましたよね、2人。まあまあまあ、はい、そうです ね、前も連れてきたよね、この人はい、いや、でも、ね、でもしょっちゅう飲んでるらしい、今田さんはもうやばいんですよ、最近今止められてるから、ちょっと。じゃあ帰ってください。いや、だから本当はお酒まずい本当は、ね、本当はダメなんですけどね、ちょっと薬飲んで下げますみたいな数字をみたいに言われたけど、そんな、じゃあ飲んじゃダメですよね。まあ、でもちょっとだけだった。まあ別に沼田さんが死んでも私は全然大丈夫だけど。なんで谷岡さんがここにいるんですか。なんかいや、ここ通りかかったら。ここはここ ね、 ちょっと知り合いのママがいて、はい、でそれでちょっとね、あの、はい、たまに手伝ってるの、ここ。看板スナック谷岡ってなってました。なってました、思いっきりなってましたね。一応 やっとかないと分かんないしね、谷岡って言っとかないと。今日だけそう変えてるんです、ね、自分は言ってて勝手に変えてるの。あんまり言ってないけど変えとかないと分かんないし。なるほど、そうですね、あれ人の勘、人の勘、なんかなんかのれんでね、はい、やるのちょんま好きじゃないし。確かにスナックってママの名前ついてますよね、大体。なんかついてますね。だからママ、私谷岡だから、ママ。なんか下の名前も僕らですけど、でも下の名前ないんですよ。あれ下の名前言っちゃったフォローって。いや、言っていいんですけどね、別になんか今更カナとか言うとなんかな、カナっぽくないもん、なんかね。カナっぽいでしょ。カナっぽいんですか。カナっぽくはない、全然カナっぽくて、なんかカナっていうのいるんですよ、そこら辺にいっぱい。だからすごい揺れるね、先からこことか。うるさいね。なんかそういうプログラムっていうか、なんかいや、ダイエットダイエットプログラムやるば、やるいつも聞いてる気がする。だから今回はいつ飲んでいいのこれ、ちょっと。あ、そっか、乾杯乾杯。よかったよかった。一気大学生みたいな、もうそんなスナックの人気そうだね。飲み放題だから、ね、でもスナックっぽいっす。飲み放題だから一気やめてほしいけど。あ、そうですよね。あ、飲み放題なんですね。飲み放題です。あ、よかったよかった。1万円で1万円。まあまあまあ、まあ、高いのか安いのかわかんねえけど、まあ、まあ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 、たまにいいこと、まあいいね、たまにいいことある。あ、そうなんですか。え、どんなことがあるんですか。そういう意味ない。ほんとダメです。あ、ちょっと、え、あ、誰か、あ、なんかいますよ。お客さんが、お客さんがコンコンコンやってる。コンコンコンしなくていい。常連ですか。常連ですか。常連さん。あ、いらっしゃいませ。お疲れです。いや、お疲れ様です。ご無沙汰してます。どうもどうもどうも、どうもこんばんは。どうもどうも、みんな知り合いで、こんばんは。私に言ってどうするの。こっちでしょ。お疲れ様です。お疲れ様、何飲みます。ワイン。ワイン。柴田さん、今もうおっぱい見すぎな気がする、うん、失礼、見てません。だって私、胸と目があったら分かるんで。あ、そうなの、女子そう、女子ってかね、巨乳はそう、あ、見てるなっていうのが、センサーがある、センサー、センサー、センサー、そう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 。今日なんかおっぱいの谷間にもやっぱり今日カメラがあるんですか。今日ないですよ。普通に返した、普通に。あ、ワインなんですね。柴田さん、ワインです、珍しく。はい、どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、どうも、お疲れ様です。お疲れ様です。どうしたんですか、今日は。珍しい、ワインを飲むなんて。あれ、放送事故。まだまだ続きます。 To be continued。親子で一緒に見て子供を寝かせたりとかっていうようなもののツールをいろいろ作りたいなっていうのが、うん、Facebook から広まっていった感じなんですか。そうですね、はい、イラストのプロジェクトを最初にやっていたので、はい、海外とかはどうです、反応とか。海外もたまに、うん、タイの方がなぜか多い。でもなんか万人受けしそうですよね、絵の感じとか、うん、毎日こうアップされるのを、うん、あの楽しみにしてくださってる方とかもいるんですよ。じゃあ仕事、本職また仕事なし。それは置いといて。夜中まで、夜中まで、はい、あの絵描いてたら眠くなります。そんなことないですか。そうですね。もうこれ、これのせいで寝れないんですけど、逆になんかよく眠れてる感じでも早い子で本作ればいいんじゃないの。
もったいないですもんね、早く作る。いっぱいできる、はい、アプリはいくらでやるんですか、ダウンロード。今120円の、じゃあさ、500円で500円バージョン作って、500円バージョンはアプリのおまけに絵本がついてくるみたいな、あそういう方がいいんじゃないかな。なんか絵本のおまけにアプリをつけるっていうのは、なんかどっちもね、価値がなんか減じる気がする。うん、確かに。あえてなんかアプリの方を高くして、高いバージョンはその代わり本がついてきますって言って、アプリダウンロードすると、あのいわゆるその郵便のアドレス、自分のアドレスとか送りたい人とかね、ギフトで送りたい人のフォームがついてて、そこに打ち込んでパンと送ると1回だけそのフォームをその出版社なり事業者に送ることができて、同時にその誰に送りたいかって人の住所とメールを送っておくと、その人のところにも間もなくそのイックルがやってくるよってはがきだけ1枚でメールでも、なんだこれ、なんだろうこれ、ウィックってなんだろうと思ってると、いきなり本が届くみたいな。なるほど、面白いですね。本からスタートするとね、結構メントのアプリが本当にもう単なるプロモーション PR 動画で終わっちゃうんですよ。うん、やっぱりアプリからスタートして本に持ってった方が面白いと思う。確かにそうですね、確かにそうね、うん、湘南にあのまた漢字のあの蔦屋書店とかできて見に行ったんですけど、絵本コーナーみたいなのがドーンってあって、その海外の絵本だから、あと大人が読んでも楽しめるとか、すんごいこんな絵本あったのって珍しいのがひたすらだーって並んでて、一緒に行った先輩がなんか子供用じゃなくて自分用に3冊ぐらい買ってたんですけど、だそういうなんかああいうなんですかね、こう大人が読んでも楽しいみたいなものは結構今風で面白いんじゃないかなっていう、なんかさっき聞いてると OL さんとかにも受けそうですもんね。そうか、なんか意外とやっぱり寝れない、うん、寝れないと多いですよ。多いらしいんですよ。多いです、多いです。女の人とか寝れないんですけど、男酒飲む。どっちも、いや男も女も酒飲む人多いですけど、でもどっちも眠れない人多いですよ。確かに。多分なんかいろいろ話聞くと、その眠れなくなると、まあ寂しくなる。はい。で、ああ、寂しく。人肌恋しいじゃないですけど。ちょっと違う。何言ってんですか。これ昼間の番組。ここから先は得意領域でね。それだ今日一回も下ネタ言ってないなと思ってたんですよ。いや、あのね、こう今日はダメだと思って、ね、今日はね、今日はね、子供が買うかもしれないから。私みたいな絵本とか、僕イメージは大人が子供の、僕絵本 の, そのプロジェクトいくつかお手伝いさせていただいたのがあって、はい、その時はやっぱりそのあの子供の対象だったので、うん、その読み聞かせをいかにできるようにするかとかで結構こだわったりはしましたね、うん、あと同じ絵本なんだけどアプリだったら、うん、せっかくだったらその英語バージョンも作って、うん、自分たちの英会話の練習にも使おうよみたいな話をしてたりとかして、うん、日本語バージョンと英語バージョンを作ったりとか、うん、すると日本のその物語だったのが海外の人も読んでいただけるようなきっかけになったりと、うん、いうことで、結構アプリで出す面白さっていうのはそこら辺にあったかなと思いますね。眠れ眠れ